香川が復帰速ゴールを決めたマンチェスター U イングランドから3期ぶりにドルトムントに戻った香川真司25歳は13日ホームのフライブルク戦にトップ下で先発し1対0の前半41分に追加点をゲット後半19分に交代し3対1の快勝に貢献した 欧州のリーグ戦での得点は万有時代の13年5月19日の W ブロミッチ戦以来482日ぶり帰りを待っていた8万人の大サポーターに向けジャンプしながら思い切り右拳を突き上げた前半41分右サイドからラモスが送ったクロスを中央のムヒタリエンがスルー後方にフリーで詰めていた香川は右足で丁寧なシュートをゴールに流し込んだ立ちの客席からは 日本代表と同じ、か、川わしという応援歌が流れてきた。か川わしと書かれた日の丸の鉢巻きを巻くドイツ人の姿も見られた。背番号は3期前の23から7に変わったが、プレーのキレは昔のままだった。前半33分にはグロスクロイツに絶妙なスルーパスを送り、ラモスの先制点の起点になった。入団時には、ドルトムーントは家族のような存在であり、 彼らが僕を忘れずに、また迎え入れてくれたことを誇りに思う、とコメント、右足をつって後半19分にピッチを去ったが、試合後には、歓迎セレモニーが待っていた応援歌の響く中く、一人でゴール裏のサポーターと万歳を繰り返し、再び歓声のシャワーを浴びた、元監督のアレックス・ファーガソン氏に見初められ、12から13年シーズンからユーへ移籍した。 一年目こそ主力としてリーグ優勝に貢献したものの、そのオフに恩師がまさかの優退。後を継いだモイーズ、ファンハールの両監督からは信頼を得られず、オファーを出し続けていたフルスに戻った。ドルトムントへの移籍金は800万ユーロ、約11億1200万円、と、万ーへ出た時、1600万ユーロの半額、下落しした市場価値を再び見直させる一撃だ。 18年6月までの4年契約を結んだドルトムーントは、格段の配慮で香川を迎えた。入団会見を行わず、この日までメディア対応を禁止して試合に集中させた。日本代表の同僚、内田篤とシャルケ04は、日本食店の多いドゥチセルドルフで何度も食事をして歓迎した、恩返しのゴールが、復活への第一歩になる。香川信じ、ああいう形で先制点が取れて、 下がらず我慢してプレーできた。開始からは体が重かったけど、1、2点入って気持ちが楽になった。90分間通して試合をしたことが、しばらくなかったので足に来てしまった。これからもっとコンディションを上げていかないと。